こんにちは、学びの矢田です。本日はですね、受験生今すぐ捨てろというテーマでお話ししていきたいと思います。で、高い目標を掲げて、その目標に向かって勉強を進めている受験生もこの時期たくさん多くなってきたと、ね、思います。まあ、その中でですね、部活があったりだとか、学校の授業が大変だったり、定期テストがあったり、体育祭があったり、まあ、バイトがあったり、もういっぱいの荷物を抱えてですね、その荷物を抱えているせいで、ああいう大きい目標があるのに全然手が届かないよみたいなことになりがちなんですよね。結局ですね、ここの大学に行きたいとか、ああいう風な人生を歩みたいとかっていうのはですね、決めれる子はまだいるんですけれども、それに対してですね、それを掴むために捨てることをおろそかにしてる子が非常に多いなという風に塾の先生から見るとですね、感じます。はい、そこでですね、今日ちょっと最初に話したいのが、多くの受験生は受かる決断ができていないっていう話をしたいなと思うんですね。まず最初にね、志望校どこですかって、志望校どこですかって聞いたらですね、さすがにもうこの時期の受験学年の子はですね、まあ塾のね、生徒アンケートって一番最初に書いてもらう紙があるんですけど、そこにね、志望校を書く欄があるんですよ。新高1生、新高2生とかはですね、そこの志望校の欄にまだ志望校が書かれてないこともまあまあ、たださすがにもう高3生になると、まあここぐらいの大学に行きたいな、学部決まってないけど何々大学には行きたいな、それぐらいはほとんどの子が決まってます。で、まあ一応、まあ、よく一般的な言葉が志望校だから、その志望校を第一志望校どこ、第二志望校どこって書く欄があるんですね、そのアンケートの中に。でもですね、志望校ってね、マジで受からないんですよ。厳しいこと最初に言うよね。志望校、志望大学の志望学部って多分だけど、受験生の中で 10% も受からないんじゃないかな。国公立私立含めて全部合わせて、一番春に掲げた志望大学志望学部にそのままそれぞれ合格して入学する子って 10% にも満たないんじゃないかなっていうふうに思います。多くの子がそこの大学を目指してたんだけどちょっと下とか、そこの大学には受かったんだけど希望の学部じゃないとか、まあそういうことがね、まあまああります。で、それね、まずそもそも受かりたいと今思ってるよね。受かりたいと思ってると思うんだけど、受かるって本当に決めてるというのをよく聞くんですよね。こうやってここの大学に行きたいんだね、行きたいんだね、この書いてるアンケートに書いてるここの大学に行きたいんだねっていうふうに聞くとですね、はい行きたいですってみんな元気よくですね、はい行きたいですって言ってくれます。ただあ、 OKOK、 でもみんな行きたいと思ってるね、みんな行きたいと思ってる。その中で来年の4月ここの入学式行ってるっていうふうに決めてますかで聞いたら、ぬぬぬぬぬぬぬみたいな顔をみんなします。で、僕から見ると受験生たちは志望校を決めてるけど、その志望校に来年の4月必ず僕は行ってるんだっていうことは決めきってないなと、決断できてないなと。受かる、受かりたいと思ってるとは全然違う、受かる決断ができてないなというふうに思うわけですね。で、決断という感じはですね、決めることだっていうふうにほとんどの子が思ってますね。何々大学に行きたいっていうふうに決めた、それが決断だというふうに思ってる。そうじゃない、決断はどっちかというと決めることなんかよりよっぽどですね、この立つ方が大事なんです。こっちの方がむずい。だって全員志望校は決まってるから、その志望校決まってて、でもその中の一握りしか受からない中でよ、何が違うか、捨てれてるんですよ。決めてる子、本当に決断できてる子っていうのは捨てれるんですよね。それ以外、その目標達成に対して必要のないものを捨てれてるんですよ。その違いがあって、僕から見ると多くの子は志望校は決めてるけど全く断できてねえ。断捨てろね。その中で僕が3つこれマジ捨ててっていうのを今日書いて、おきました。書いておいたというか今穴埋めになってます。で、それをですね説明してこの動画終わりにしたいと思います。これが捨てれてない子が、行きたいな、ここの大学行きたいなって思ってるけど受からない子、まあそれなりに勉強するけどね、受からない子。でもこれ捨てれた子はマジで来年の4月受かってるから。じゃあまず1個目からね、書いていきましょう。はい、まず1つ目ですね。もうこれさっきも言いましたが、受かりたいはもうどうでもいいんです。正直、受かりたいっていう大学に君たちは行けません。これはっきり言います。受かりたいぐらいの気持ちだったら本当に死に物狂いで受かりに来てるやつには勝てません。だって5人に1人の世界なんだもんね。で、5人に1人ぐらいは絶対受かると、来年の4月絶対この大学入学式行ってねっていうふうに思ってるから、まあ行けたらいいかな、受かりたいなぐらいでやってる子はほぼ 100% 落ちます、残念ながら。なんで受かりたいという気持ちは捨てましょう。受かると決めてください。 OK、 受かるんやで、大丈夫。はい
はい、二つ目がですね、勉強してない時間を捨てるです。はい。これね、まあ、おかんみたいなこと言いますけど、4月10日日曜日、オンラインズームセミナー開催。今回のテーマは、英語の勉強法と年間スケジュールです。お申し込みは動画概要欄の URL をクリック。あんたスマホばっか触って、そんなんしてたら志望校行かれへんで、勉強しー、みたいなね。そんな話じゃない。まあ、確かにそうなんだけど、僕その話ってめちゃくちゃ低次元だと思ってて、そもそもスマホ触っちゃって、それに依存してる子はもうライバルじゃないからどうでもいいや。うん、だからそんな低次元の話をしたいんじゃなくて、勉強してない時間を捨てるっていうのは、この時期の受験生の多くが徐々にできるだけ勉強時間を増やしていこうっていうふうに思って勉強してる子が多いんですけど、本当に受かる子は勉強してる時間増やそうなんかよりも、勉強してない時間をどれだけ少なくするか、自分の人生において優先順位高いものをしっかりと見つめて、その中で優先順位高いものから時間を使っていけてるか、これをですね、改めて考えてほしいんですね。マナビズムっていう塾って、そもそも、部活生とかたくさんいるんですよ。もう本当に6月とか8月とかないしはもうサッカー部で12月とか、アメフトラグビーでも1月とか、までやってるような子もいます。受験直前のね。で、その子たちが全員受かるか全員落ちるかって言ったら、もちろんその子たち次第なんですけど、そもそも自分の人生決めるん自分やんか。親が敷いてくれたレールの上でさ、自分が走っていくん、もう嫌やん、17歳、18歳ぐらい。だから自分で道決めていってほしいわけやけど、その中で学校生活大事な子もいれば、部活を最後まで一生懸命やりたい子もいれば、部活はやめて一生懸命受験勉強もしたい子もいれば、いろいろいるわけですよね。で、誰も否定するもんじゃない。自分が決めることだから、これは僕の価値観で、絶対部活は最後まで続けた方がいいでもう言えないし、僕の価値観で、部活はやめて受験勉強した方がいいよなんて言うことも言えない。これは自分で決めることだから。ただ自分の優先順位が仮にね、学校とか部活で受験勉強っていうのが、ね、大学行きたいとかってそういうのが優先順位高いはずなのに、意味わからん自分の人生にとってそんな重要ではないことに時間を割いてしまってる受験生めちゃくちゃ多いわけですよね。その中で、よし、じゃあ大学受験勉強の優先順位高いから勉強時間1時間増やそう、2時間増やそう、3時間増やそうってめちゃくちゃ難しいから、全部はすることはできないから、これだけは譲られへんっていうものだけ残して、あと全部受験勉強の時間に割くぐらいの気持ちでいてほしいんです。OK。だから、勉強時間を増やしていこうじゃなくて、勉強してない時間。あれ?これ優先順位高くないはずなのにやっちゃってるような時間。それをですね、限りなく減らしていって、勉強時間を結局は増やしてることになるんですが、そういう形で増やしていってほしいなと思います。はい、それではですね、3つ目ラストでございます。緊急だが、重要でない時間を捨てる。ね。これどういうことでしょう?これ一番難しいよね。緊急だが重要でない時間を捨てるです。はい。時間の価値ってね、4象限に分かれると思っていて、重要度と緊急性、重要度と緊急性っていうのがあって、緊急で重要なこと。緊急じゃないんだけど、重要なこと。緊急で重要でないこと。緊急じゃないし、重要でもないこと。ね、こういうふうに4象限でその時間がね、どれを優先順位高くやっていくかっていうのが決まるとね、僕は思っているし、これは7つの習慣という本で、書かれてる考えなんだけど、まあ、時間、今自分がこの4象限の中のどこの時間を過ごしてるかっていうのをね、しっかり考えようっていうようなパートがその本の中にあるんだけど、まず具体的にね、どういうものがこの4つの、ジャンルの中に入っていくかというと、緊急で重要なことは本当に命に関わるようなことだったりします。例えば大災害が起きて逃げなくちゃいけない、早くビルから出なくちゃいけないみたいなところって緊急で重要なことですよね。絶対緊急で重要なことです。それに対して緊急ではないんだけど自分の時間の使い方として重要なこと、これは何でしょうか。例えばですね、親孝行とかそうですよね。親孝行っていつでもやろうと思ったらできる。でも重要でないかって言ったら重要ですよね。うん、って考えたら、これ緊急じゃないんだけど重要なことだな。自分の人生を豊かにするためには、必ずやらないといけない。やらないといけないって言ったらおかしいけど、やりたく、なるはずの時間。緊急でないけど重要なことですね。自分の趣味の時間とかもそうかもしれないですね。緊急で絶対やらないといけないわけじゃないけど、やらなかったら自分の人生が豊かにならない。うん、緊急でないけど重要なこと。はい。それに対して、緊急じゃなくて、もう最後に行こうか。緊急で重要でないことは最後に行こうか。続いて、緊急でもないし、重要でもないこと。緊急でもないし、重要でもないこと。これスマホのゲームとかまさにそうだね。スマホのゲームとか、例えば SNS を見すぎるとか、緊急じゃないし、重要なことでもない。
そうよね。で、そんなんに時間使って、まあでも、それ、今回はそこじゃなくて、緊急だけど重要じゃないことに時間使うなって言ってるよね。だからさっきも言ったけど、スマホゲームとかに時間使ったりとか、そんなもう低次元の話ってもう正直ライバルじゃないから、受験生たちにとって、正直そういう話はもう低次元の話として僕はもう取り扱いたくないんですよね。で、受かるか落ちるかギリギリのラインの子ってここの差だと思うんですよ。緊急じゃないけど実は重要じゃないことを見抜いて、そこを捨てられるか、自分が優しいから捨てれなかったりするか。これどういうことかというと、例えばおそらく来年大学生になった時にはもう友達の関係ではないような、そんなに重要ではない友人からの急な電話に出る。例えばどうだろう、これね、例えばもう言うたら高校の友達ね、僕もう今33なんで、もうみんなからするとですね、もう何歳差だ、15歳16歳差、になるのでイメージ湧かないかもしれないんですけど、高校の時の友人、もちろんね、たくさんいました、たくさんいたんですけど、今まだ付き合ってる子って一人です。まあその子はやっぱ1年に1回は会うし、まあ、僕は大親友と思っている人なんですけど、そのね、子もまあ年1、2回ぐらいしか会わない。うん。みたいなぐらいです。友達多かった方だと思ってますよ、自分ではね。うん。でも僕が逆に高校生の時に戻ったら、思うわけですよね。いや、この今自分の周りにいる友達はみんな大事だと、いうふうに思うタイプです、僕はね。ただ、やっぱり、そのコミュニティを大事にするがゆえに、今この目先のこの人間関係しか見えてないがゆえに、本当は自分の人生ではめちゃくちゃ大事な人ではないんだけど、その人たちに対して優しくしたりだとか、その人たちに対して無駄な時間を使ってしまったりっていう風になってしまう子がいます。今のは一つの例よ。緊急だけど重要でないことの一つの例で、そんなに長続きしない人間関係の人からの電話に受けるって言いましたけど、一応それもね、本に書いてたりする話なんで、そう言ってますけど、ここの捨て方ってめちゃくちゃむずいんですよ。だから3つ目に持ってきたんですけどね。1個目2個目は、はいはい、矢沢先生よく言ってることねって話なんですけど、3つ目は結構動画であんま言わないんで、これもしかも自分の生き方の流儀的なところも僕関わってくる話なんで、絶対こうしろっていう風にも言えない部分なんですけど、やっぱり結果出る人って本当に重要な人との重要な時間だけをしっかりと使って、そんなに重要でない人との時間は使わないっていうのは傾向としてあるなという風に思うわけですよね。だから例えば、いやまだ勉強せんでいいよって言って傷の舐め合いしてる人間関係って、大学生とか大人になって続いてないと思うんですよ。それよりも、よっしゃ俺ら今から頑張ろうぜ、私たち絶対に志望校合格しようよって言って励まし合って、結果を出しに行こうとしてる人間関係は僕は重要だと思うんですけど、そうじゃない自分が勉強しなくてもいい甘い蜜を吸えるような人間関係って、君たちの今にとっても良くないし、多分将来見ても良くないはずなんだよね。で、僕たちは大学受験でいい人生を歩もうと思って、より良い大学を目指してるわけやん。やのに、そもそもそういう風に自分の人生にとってマイナスな人間関係があったら、僕は本末転倒じゃねっていう風にやっぱ思っちゃうのよね。うん。なんで、おそらく多くの方が今周りで仲いいと思ってる友達全員とずっと大人になるまでその人間関係が続いていくことってないと思います。その中で改めてこの動画を見て、本当に自分が大切にしたい人ってどうなんだっけ、どの人たちなんだっけっていうのを考えて、それ以外の時間っていうのは、極力減らすことを考えてみてください。はい、厳しいこと、厳しいっていうかね、これごめんなさい、3番は僕の価値観かもしれない、僕の価値観かもしれないけど、一応本にもそう書いてるし、それは僕にとっては非常に刺さった。確かに緊急だから、急に電話かかってくるからね、緊急性があって、出なくちゃいけないっていうふうに思うかもしれないけど、別にそれを出たところで出なかったところであんまり人生は変わらないんだったら、出ずに自分のやるべきことを優先的にやった方がいいっていうふうに、まあ、割り切れるというかね、ちょっと考えてもらいたいなというふうに、思います。はい、それではですね、最初にも言いましたが、多くの受験生が受かりたいと思ってるけど受かるっていうふうに決断できてない、それがですね、決めることもそうだけど、より、大事なのは立つことであるとね、その立つことを3つ言いました。受かりたいという気持ちじゃなくて、受かるという気持ちでやりましょうね、で、勉強してない時間に関しては捨てて、で、勉強しようと頑張るんじゃなくて、勉強してない時間を限りなくゼロに近づけるってことね。で、3つ目が、緊急ではないし重要でもないことは捨てるのはもちろんね、スマホのゲームとか、まあ、もちろんそれだけじゃなくて、緊急なんだけど重要じゃない時間は極力減らしていこうぜと、ね、いうような
ことをお話しさせていただきました。時間の使い方が命の使い方です。あの受験生であったとしても受験生じゃなかったとしてもそうなので、必ずですね今日の動画を見て自分の時間の使い方っていうのは改めて考え直してほしいなというふうに思います。それでは今回の動画はここまでにしましょう。この動画が役に立ったよという人は高評価チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナリズムではですね公式 LINE を用意します。その公式 LINE では君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書この単語帳が最適ですよっていう風におすすめする英単語帳診断であったり、総計マーチカンカン同率みたいな有名資材の傾向と対策はこうですよみたいな ebook 資材攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。